久保さん、おはようございます。今回テーマはね、鍋を叩くだけで撃たれる。鍋を叩くだけで撃たれるにしましょうか。まあ僕はあの、どういう事情でそうなったかはちょっとわかりかねるんですけれども、まあ映像を見てね、あ、人ってこんなに簡単に撃たれるんだなっていう。まあミャンマーですね。うん、まああとはボコボコにされてる。子供たちがボコボコにされてるっていう。 うまあそこにどういうねあのー、経緯があったのかは僕は調べないですしその映像たん端的な映像でしかう捉えることはできないんですけどただ一つの事実を見るならば、うん、普通に「もどむよ」で撃たれると、まあ、こういうそのい今ね 平和、平和にね、まあ YouTube を見ているっていう日本に住んでいるという事実もあれば、世界のどっかでは普通になんか勃発が起きてたと。それを、まあ,あ、見れるわけじゃないですか。まあだからどうしたの俺はミャンマーに住んでるいしって話かもしれないですけど、まあここでな何かを受け取って何かを考えられる人っていうのは、 なんか人生を変えられる人なんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ今僕あの、楽天の三木谷社長のね、あの、近畿大学の卒業生に向けた、あの、やつを聞いてるんですよで。楽天ってもう24年前なんですね。楽天24年前かと。<laughs> そんな経っちゃったんだなっていう。でまあ、まだ途中までしか聞いてないですけど、まあ三木谷社長もね、 もうなんかああの取扱いい高が20兆円ぐらいあるらるしいですねすごいですね。<laughs> 20兆円ぐらいあるらしいですね。あの、トータルで、多分すごいなーっていう。まあ、これ言ってるのが、まあね、楽天を立ち上げたときは99、99%の人がインターネット上で物を買うなんてことはないと。まあ、クレジットカード入れるとかね、危ないとかね。まあ、とりあえずもう批判から入ったと。 もうほぼ否定だと。うん。でも今どうでしょうかと。アマゾンでワンクリックで買ってませんうん。まあ楽天も僕買ったりとかしてますけど。なんだろうな。時代っていうのは本当に変わってるし、世の中の世界も変わってるし、まあ,あとね、三木谷社長の話聞いてて、面白いなと思ったのが、日経も読みませんみたいな。日本の新聞は全く読みませんみたいなね。 要は情報はもう世界の英語圏の情報しか取らないと。で、その日本のぬるま湯、日本の古い価値観、古い常識にこう、侵されないように常に世界基準でなるようになんかそういうふうに取ってると。で、そういう取れるなんだ時代だと。いろいろそういうこと話してるんですけど。 やっぱねまあ三木谷社長の僕が話を聞いてと思ったのがやっぱそのぬるま湯っていう言葉がすごく僕はうんまあその通りだなっていうのはねすごく感じますよねうんなんかこれだけねなんかチャンスがあるのに日本日本に生まれた時点でチャンスはあるのにもかかわらずやっぱそのまあプロジェクト X とかも僕好きなんですけどその日本が戦争に負けて広島もねあ 核爆弾を落とされて何もない状態からいろんなものを日本人が作り上げてきてまあそのバブル時期はバブル時期はなんか世界のトップの企業時価総額がすごい高かった企業は日本がかなり繋られたらしいんですけど今はもうほぼないとうんなんかそういうことも言ってましたねうんだから要は だから、作られたものに対して、えー、甘、甘んじてるというか、なんかそれが当たり前になっちゃって、うん、考える力だったりとか、行動する力だったりとか、なんか、絶対なんとかしてやるとか、なんかそういう、本来、日本人が昔持ってた、そのね、ヤマト魂ですよね。ヤマト君。ヤマト魂みたいな、なんか、 そういうのがもう欠落したのかなっていうのはすごく感じますよね。なぜ日本が世界にこの、この一手をね、出せたのかっていうと、やっぱりそのプロジェクト X みたいな、あそこに出てくるような人たちがいたからかなっていう、うん、思いますけどね。うんまあ、別にその大きいものを作れって言ってるわけじゃないですけど、か自分の人生ぐらいは、 この日本に生まれてたら変えられるよと。少なくても、マージャン店ずっとやってたね、さえない借金まみれのおっさんがね、あの、なんか陰気を、隠居みたいな感じでね、なんかやってるわけじゃないですか。<laughs> 見せてるじゃないですか、希望 <laughs> いや、僕はね、あの、久保さんの一番最初を知ってるので、久保さんの歴史ですよね、知ってるので、うん、なんか、 できないことって本当にあるのかなと。100、ま、歩、あ、譲って楽天みたいなね、何十兆円の会社を作ることはできないかもしれないけど、自分が豊かに生きていけるぐらいは頑張れば僕は稼げる環境はあると思います。ね。申し訳ないですけど、その楽天とかソフトバンクとか、まあそういう企業を作りたいっていう人に僕はメッセージは流せないんですけど、ただ自分の人生を パソコン1台買えるその自分の人生を変えるって言ってもすごく大きなあれかもしれないですけど月収100万とかまあ少なくても月収なんだ50万30万この30万をプラスで稼いでいくっていうのは可能なんですよまあ単純にだって30万の商品1個作って売ればいいじゃないですかでこの前コンサル生から連絡があって30万の商品売りました売れましたっつってねで今度20万の商品売れましたみたいなね報告もらいましたけど じゃ、その人も、じゃ、最初できたのかっていうと、ぶっちゃけ言うと、全然できなかったですよ。で、できなくて、どうなったかっていうと、音信不通になったんですよ。音信不通ね。音信不通ってか、もう連絡来なかったんですよ。で、最近また、吉田さんまたちょっと復活しますって、この半年ぐらいかな。この半年ぐらい、前か3ヶ月前ぐらいに連絡が来て、またコンソルが始まったんですけど、もうちゃんと情報発信やりますって始めて、で、ついに来ましたよ。ついに売れましたね。 いやでもこれ1年かかってないですからね。<laughs> 最初全然ダメでしたからね。うん。てか途中で離脱しましたから。途中で <laughs>。途中で離脱した <laughs>。うん。でもその間って1年、1年以内なんですよね。うん。なんかやれないことはないと思うんですよね。本当にぬるま湯に使ってるなっていうのがめちゃくちゃ感じますね。なんか。 まあいろ、まあこれからもいろんな相談とかサポートしていきますけど、やっぱ、ほんと、申し訳ないですけど、基準がちょっと低いなーっていうのは、すごく感じますね。うん。その、その基準で、それは無理だよっていう <laughs>。その基準でそれを手に入れたいって、ちょっと無理じゃねみたいな。うん。まあそもそもね。あ、ぬるまいだなーっていう。う まあ、ミャンマーの件は、ちょっと、どういう事情だったのか分かんないですけど、まあ見てる人いると思いますよ。あの映像をね。普通に撃たれてますからね。普通にボーボーにされてましたからね。うん。しかも、あれですよ。10代の子ですよ。だからなんか映像でね、子供だと、子供で、子供でじゃないか、みたいなのが叫んでたんですけど、でなんか、 医者になりたいとかいう子が打たれたのかな。で、お母さんがめっちゃ泣いてた映像を見ましたけど。うーん。まあ、世界のどっかではそういうこと起こってますから。うん。もう本当に日本って平和だなぁと。ありがたいなぁと。うん、ここに甘んじることなく、じゃあここに生まれたんだったらね、より豊かに生きようと思えば生きられるわけじゃないですか。うん。 世界のどっかでは鍋叩いただけで打たれるわけですからうんたれることってありますよ日本でまあまあないですよ確率的にうんだからまあまあいろいろと考えていろいろとやるべきかなと自分の人生を変えたい自分の収入を上げたいと思うんだったらねでもそれはできるよと少なくても久保さんはあのー まあ、久保さんの僕はもう昔を知ってるから、本当できない人はいないと思います。うん。まあ、変な人でしたからね。よくわかんない人でしたから。<laughs> だからよくわかんないけども、何が久保さんはすごかったかっていうと、うん。まあ、人より行動しただけですね、単純に。うん。だって、コメントをするっていう、ライブでコメントをする数もね、人より多かったし、コメントするだけですよ。 コメントしかできないんですよ、最初。どうすかコメントしかできないことを人よりやってるって言いましたからね。その時稼いでないですからね。稼いでないけどコメント来るみたいなね。やり方もわかんないですよ。稼ぎ方とか。全然結果出てないけどコメントいっぱい来るみたいなね。面白い人だなと思いましたけどね。うん、まさか久保さんとこんなやり取りするとは思わなかったし、久保さんがね、一軒家買った時はちょっと、 深いものがありましたからね、あの、IKEA に招待されて、まあ、3、4回行かせていただきまして、何回か泊まらせていただいたこともありますけど、うん、なんかとても、ほんと考えるものがありましたね、あの久保さんがと。うん、まあ、いろいろとちょっとお話ししましたけど、あの日本は今、ぬるま湯だと思いますんで、そこに対して何を、 感じて何を考えて何をどう行動していくのかっていうのは、うん、自分次第かなと思いますはい、今のままでいいのかそれとも今を変えたいのかそれはあなたが次第だというところでございますねいってらっしゃい